おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。実況者たるものですね、声の大中小はね、分けていくべきだと思うんですよ。はい。で、自分の編集中に音がね、やっぱ波打つ感じあるじゃないですか。オシロスコープみたいな感じで。で、自分の動画の一部を見てみたんですよ。その結果がですね、こちらです。叫んでばっかじゃないかと。何の反動で叫んでばかりなのかと。緑がバーってなってるんですよね。もう緑わーなってるから、叫んでばっかの実況なんですよね。これ一体どういうことなんですよね。実況者としてどうなんですかね、これ。今回使う武器はですね、覇者の剣です。そう、あのライアンがね、よくつけてるあれです。こじつけ感半端ない。さあ行きましょう。覇者の剣を使います。お供はキラーマシン2とスカルライダー。なんだか不安の残る二人でありますが、こいつらもね、なかなか動画出てないんでね、救済していこう。覇者の剣って実は、こう見えて、レアカードなんですよ。レアカードの一種でした。はい。レアカードの一種なんですよ、こう見えて。黒いやつ？裏が黒いんですよね、だから。だから、覇者の剣ね、見たとき、おーってなったら覇者の剣やったって言ってて、あーってなる人が、後を絶たなかったそうで。はい。まあ、耐久面はね、スカルライダーが避けてくれーなー。さあ、スカルライダー、行きましょう。灼熱斬りに行きます。行きます。せーの、ピン！よいしょ！オッケー、よっ。さあ、ライアンの剣へ。行け、ライアンの剣。覇者の剣を使ったー。避けられてんぞ。避けられてんぞ。まあ、覇者の剣、かなりマイナー武器ではあるんですよね。伸び幅も少ないし、鋼の剣と、ほぼほぼ同じ伸び幅っていうかな。うん。間違ってないと思う。で、炎攻撃が使えると。まあ、炎攻撃、灼熱攻撃が使えるんですけど、まあ、性能的には微妙ですね、確かに。さあ、さて、ここから問題です。何ですか、これは。今の何ですか、これはというね、技改正なんですけど、このチームですね、必殺技が2つ使えてしまうんですよ。お、いいね、いい、オッケー。さあ、全部入れなら問題ないんですけど、さあ、切りかかる、灼熱斬り、よいしょー、強い、なかなか強いじゃねえか。そう、このチームね、必殺技がね、おー、いいね、いいね、いいね、よく避ける。めちゃくちゃ出せます。なんと。めちゃくちゃっていうほど2つだけどね。空に向かって、信号操作スラムサーゴーイエーイ。いや、本当にね、必殺技がとにかく出やすいチームです。どんな感じにやるかっていうと、まず一つはですね、A、B、A、はい、成立しました。灼熱や火炎でね、よく出てくる、この必殺技、もうお分かりですよね。そうなるとこうなります。灼熱ということで、ベギラゴン、A、小、灼熱用、ベギラゴン。結構効くんじゃない？おい、お、割と強いね。割と出たな。サソリバチが、火に弱すぎ、灼熱に弱すぎて割と出たな。突き刺す。まあ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 、このぐらい軽傷ですよ。まあ、スカルライダーもね、新作に内定してますからね、ちゃんと。新作にね、ピサロさんに内定してますから。頑張ってほしいところ。キラマシンツもね、内定してるかな？してそうだけどな。メタルハンターは内定してるからな、今のところ。サードザで。
いや、スカイライナーいい感じに避けてるよ。そしてもう一つはですね、1、2の3。はい、こっちで。もう、キラーマシン2、どっち選んでも必殺のトリガーになっちゃうんだって。どっち選んでもね、必殺。わお。わお。これがイオだけど、あ、さっきのわお。全員避けるなんて、そんなことあっていいんですか？あっていいんです。それがモンモトなんですから、行きましょう。よく見る、もう親の前で見たら必殺技ですよ、これ。エターナルサッシュ。とにかく、とりあえずよく出るんですよ、これが。せーの、ドン。まあ、親の顔より見た必殺技ですよね、エターナルサッシュに至っては。今回この2体をチョイスしたのは、若干それが狙いでもある。今回は、このすっげー戦い辛いチームを使って、大魔王を倒したいと思います。絶対誤爆する。おお、画面が揺れていますな。嫌な予感がする。ははははは、出てきちゃったか。出てきてもらっても困るんやけどな。おっと、空から。これは、氷のバッチョ。いや、スパッチョ攻撃止め、いくぞ、ドン。とどめが雑になったぞ。いよいよ。いよいよこの実況会、とどめが雑になってまいりました。あ、体の頭抱えとる。さあ、どんな魔王に挑むかね、悩んだんですけど、まあ、よく、あーとか、うーとか叫びまくっている魔王をチョイスしました。恋の周波数がね、緑でね、埋め尽くされる魔王。そう、暗黒神ラプスーン。さあ、来ましたよ。まあでも耐久はね、2771とね、波にあるんで、いけるんじゃないかな。高火力に耐えられるかどうかが見ものですね。さて、となると技選択はこうなります。必然的に。スカールが、足払いをすることになります。鹿力のね、灼熱切りはね、落としたくないからね。灼熱切り、せーの！よいしょ！いいね！で、キラーマシン2のね、技も捨てがたいから、そうすると、スカルライダーが足払いをすることになってしまいます。シューン！ふざけたような火力が出ている。こう。うわぁ！ドルモアか。早速来たね。これ大丈夫か？キラーマシン2、ちょっと暗黒に弱いぞ。大丈夫か？おーおー、キラーマシン 2? キラーマシン2、吹っ飛んでいった。マジか、キラーマシン2。テイク移行で、突撃する！最後はデッドリベポン！よいしょー！ナイス！素晴らしい！こうだな。3ターン目につばぜり合いしますんで、そこで勝てないと、この動画が終わっちゃうんで。勝つしかねえ！勝つしかねえ！勝つしかねえぜ、こりゃ！こんだけ会心ポンポン出してんだら勝つしかねえわな。さっきからの来たよ。スカール！避けないか、千。あー、マジか、辛いな、それ。それ辛いね。いい感じに回心を出してたんだけどな。スカールが止まっちゃったか。オッケー、つばぜり合い行きます。行きます。つばぜり合い。最近の生放送で学んだんですよ。ボタンは連打しなくてもいいってことがね。あっ、ちょっとちょっとちょっとちょ、気合で勝ちます。メンタル、すり抜けてしまったー。あと少しで勝てそうだったんやけどなー。つばぜるゲージがもうダメよ。当然の結果が生まれたわ。何してんだ。おい、どこ終わっちゃうのか、このまま。ちょっと、それはない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 。そうだ！神田と兄貴がいるじゃねえか、さっき倒した。こいつと一緒にラプソンを倒せる。いや、ごめん、不甲斐なかった。ごめん、ごめん、ごめん、さっき不甲斐なかった。さっきごめん、あまりにも不甲斐ないんです。
不甲斐なかった。この不甲斐なさが不甲斐ないわ。そういうわけでね、今回は、神田も入れようと思います。先ほどね、倒してしまった神田をね、ちょっと仲間にスカウトしてね、ここでね、勝とうと思います。神田強いべ、言うて。神田頼りになる男だからね。ラプソについてくるにはちょっとどうかと思うけどな、メラスも飛んでくるから。いいダブテン。覇者の炎も意外とね、出るんだね。バトマスターのレベル99のご両親感すごいけど。まあ、このサイコキャノンでね、ちょっと止まってほしくはないところ。神田頼むよ。おー、さすが！ここは確定防御。ここは確定防御なんで大丈夫ですね。さあ、問題は次のターンからだね。次のターンに、なんだったら、仕掛けてもいいかもしんない。もう、つばぜり合いを。そうすれば最悪追いつける可能性あるからね。来た！英雄！来ました！連携プレイ！呼ばれる子分も大変です！行くぜ！マッスルポーズ！ドン！ 901！ だいぶ出るなぁ。だいぶ出るね。901も出るんだ。さあ、我々は負けていられませんな。行きましょう！よいしょ！さあ、頑張って！まだまだいける！俺たちはいける！せーの！よいしょ！つばぜり合い！行きましょう！よし、今度こそ勝つぞ。さっきのはごめん、不甲斐なかった。緑やんけ。緑で勝てんのか、これ。トントントン。あ、やば。いや、やばくないね。勝てる。いきます。いけ！よっしゃー！オッケー！競り勝ったー！さっきのね、汚名返上と言ったところよ。これが。連携プレイ好きだな。ライジングにしてほしいんだけど、君は。いけ、キラキラキラードン！オッケー！よし！これで、とどめ負けすることはなくなったぞ。空に向かって、信号操作！ 313 って割と出てんだよな。あー、しばらくしちゃった。まあまあ、でも結構順調。よっしゃ、オッケー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 。いい会心、いい会心。よし、行こう！このまま全員、ええ、攻めるぞ。さあ、来た、回転型。行きます、カンタ、ライジンギーだろ、やっぱ。はい、行くぞ、その破壊力。さあ、今度はどうだ。ライジンギーのね、この破壊力をね、見てほしいからね。よいしょ、おい、507。ついつい。回心も出やすい技だからね。さあ、スカール、頑張ってくれ。灼熱切り！ナイス！そして、続く、こっちも灼熱切り！灼熱切り！アナウンスちゃんと違うんだ！スカールとは。スカールとちょっとだけアナウンスが違うんだよね。ブルモアかまあ、カンダタ飛びそうな気がするけど大丈夫だよな。まあ、大丈夫。彼は暗黒には強いはず。うん。大丈夫。134！ ええー！めっちゃ硬いやんけ。カンダタめっちゃ硬いやんけ。134に抑えんのはちょっと偉すぎない？マジで？そんな偉いの？すごい偉いじゃん。オッケー。順調。4ターン目に、決めてしまいたいね。それだったら。さすがに決めれると思うけど。さあ、強力無比な相方を連れてるからね、こっちは。神田さんに来というね。会心の一撃だ！熱々！さあ行こう！呼ばれる子分も大変です、またですか？あなたいつもそれしてますね。いけー！当ててるから偉いけど。勇気溜まった！オッケーオッケー！勇気は溜まったよ。これ負けないでしょ。もうラプの攻撃だけだから。もうラプ様の攻撃耐えればいいだけだから大丈夫大丈夫。隕石落としは余裕ですね。はい。神田もね、打撃に耐性あるんで、これは余裕です。避けてますなんだったら。神田光ってねえかお前。神田今日耐性やばいぞ。耐性もやばいし、避けてるし、なかなかの活躍ぶり。
いや、これはいい相方を見つけてしまったかもしれんな、我ながら。よし、いい相方を見つけた、我ながら。神田田は強い。確信したわ。神田田強い。いや、知ってることなんだけど、神田田は強い。この必殺チーム何なの一体。さあ、そう簡単にね、勝てるとは問屋がおろしません。来ました。動画でも生放送でも苦戦する敵。暗黒神ラプスーン。こっちだよ、やっぱ本命はね。本命はこっち。7900万の HP。やばー。何をそんな怒ってはるの。さあ、1ターン目は全ての攻撃がばらついてるから、属性が。で、様子見だね。必殺技を打ってる暇ないんでね、割愛します。そんな暇はありません。必殺技を打ってる暇は悠長な暇はありません。会心の時期だ。いいね、ライアンの剣強いぞ、今回。会心の時期結構ポンポンポンって出してるもんね。覇者の剣強いんじゃねえか。会心率高えぞ、お前。辛い劇、まあ。あー、動けないなら痛いけど、神田田はね、神田田は大丈夫だな。思いのほか神田田がすげえ大丈夫だ。だって、輝きのダメージも、いいね。輝きのダメージも抑えてんもんね。波動は、ありがたいね。キラーマシン2がね、行動不能なくなりました。よし、これはでかい。キラーマシン2、動くことはできる。さあ行こう、雷神斬り。この破壊力を見せてくれ、お前の。いけ雷神斬り、よいしょ。4541。へぇー。原種に出るね。へぇ、赤目の方が出るんだ。はい。はい。OK。540。1080は耐えてるもんか。戸惑い攻撃いきます。よいしょ。ここだな、つばぜり合いは。よし。任せなさい。任せなさい。あ、そうか。緑か。トントントン。さっきまあ一応勝ったからね、これでも。行こう。ハート。任せとけ。任せとけ。振るぜ。俺は B にもこう振る。チェに勝ったぜー。オッケー。これでかいな。これでかいぞ。緑で勝ったんでかいぞ。よし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 。まあ、ここちょっと当ててほしいね。それやるんだったら。マッスルポーズ、キラキラ光っています。オッケー !901。いい打点、いい打点。よし。安心してる。安定してる。さあ、どうしようかな。ここは、補助で、王者ならいきますか。はい、グラビアポーズ。王女の愛、ローラ姫、せーの、レッツゴー、王女の愛。3ターン目はね、フルアタなんですよ。なんで、ここをまともに食らうのはちょっとまずい。ちょっと外すのもまずい。外すな、避けられるな。頑張れ、カナタ。お前が火力の死を握ってる。こいつら、あとは会心狙いだからな、どうしても。いけ、スカール。いけ、よし、いいよ。サイコストーム。まあ、王女の愛は入ったから、一応。王女の愛入っとる？本当にこれ。これ、本当に王女の愛入っとる？あー、神田田が。あ、大丈夫だった。まひりなかった。よかった。灼熱斬り！よいしょー！うおー！あっつあつー！この、その、は、この灼熱の剣熱いね。まるで歴戦の戦士が使ってきたかのようなね、剣だね。まあ、そうだけど、そうだけど。ね、宝箱が見つけんだよね、一生の最終あたりに。まあ。あ、キラマ2か！動けなくなったのは。消えたわ。おーい、ローラー。ローラーどこ行くね。
それやったらもうルビスでよかったやんか。どっちも行ったんで消えるなんてことある？どっちも行ったんで消えるな。いけ！削り切ったね。なんだったらこれ削り切れるんじゃねえか。神田田の火力とこっちの火力もあれば、回心もよく出てるし、ダイヤの剣と神田田のパワーで、圧倒的パワーで押し切れるんじゃねえか。動けないのは痛い。ここで動けないのは痛い。灼熱切り行くぞ。行くぞ。よいしょ。いいよ。これいけるな。削り切りいけるな。ナイスー。これはいけるんじゃねえか。このターン耐えればいける。ドルモンは引いたが、でもドルモンは簡単な兄貴がいるから大丈夫だ。受かる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 。それは余裕だ。153に抑えてんだもん。大丈夫、耐える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 。2年ドルモアはやばい。え、受かるかこれ。2年ドルモアか。いや、神田田を信じろ。神田田を信じます、僕は。うわぁ、このターンで決着だね。いきます。最後は必殺技締めようや。いけー。親の顔より見たこの必殺技、エターナルスラッシュ。これでとどめだ。剣術器具越し、エターナルスラッシュ、せーの、はい、よいしょ、オッケー。削り切ったよく、まあ、7900削り切ったわ。まあ、それもこれも全部、カンタタのパワーとね、ライアンの力ですかね。